時刻は夜9時を回りました。3月の31日火曜日のエンパナの生放送の時間がやってまいりました。今日もこの後10時まで1時間の生放送となります。まあ、今年度ラストの火曜日となりますけれどもね、もういよいよ明日から4月に入りますけれども、もうこの時期は出会いと別れ、特にこの3月の先週ぐらいからね、今週にかけて一気にこう別れのモードがね、漂ってきてて、でまたもう本当にお疲れ様でしたということで退職されるね、皆さんだったりとか、あとラジオだったりテレビ界の方でも、まあ改編の時期ということでね、今まで続いていた番組が終わったり、でまた4月から、新しく始まるスタートのね、番組とか、その変化がありますけれども、いやだね、しかしあっという間に時間で流れていきますね。はい、今も FM 小座は朝から始まって、まあ、ほぼね、夜にかけて収録みたいな放送がなくて、全部こう生放送で対応してるとかもね、たくさんありますけれども、はい、先ほどのデスフレンズの、ね、皆さんもですね、生放送、まあ、これにて終了ということで、本当にお疲れ様でした。やっぱりね、いろんな人がこう小座に集まって、いろんな放送ね、いろんなこう角度の、まあ、プロの皆さんが、番組担当したりとかしてましたけれども、いやー面白いですね。まあ、これがコミュニティは沖縄市は2つで、また他市町村を含めると、まあ、15、16ぐらいコミュニティもありますからね、いつどこで誰が聞いてるか、まあ、電波の許す限り聞けてる範囲もあれば、 FM 小座みたいにネットで世界中に、ね、届けたりとかですね、いろんなことができるようになりましたね。来年度4月からもよろしくお願いします。さあ、今日のエンパナ、この後ゲストがですね、一組やってきます。ザ・ロディのお二人が久しぶりにゲストで登場ということですね。ボーカルのオディはね、以前ピアノ教室の帰りで、若干こう疲れた疲労感漂った中、やってきていただきまして、で、僕の質問に対して、みたいなね、おうちかっていうようなね、そんなこうスタイルで相槌持ってもらったんですけども、そんな彼がですね、今日は若干テンション高めで、相方と一緒にやってくるということなので、どんな放送になるのかちょっと楽しみにしていきたいと思います。この後1曲お届けした後に今日の番組のテーマを発表して、そして、人気なのか不人気なのかわからないコーナー、投げっぱなしジャーマンをやってみたいと思いますので、皆さんも誰かに質問したいこと、届くか届いてないか、聞いてるか聞いてないかわからないけれども、とりあえず質問してみようという、投げっぱなしジャーマンのコーナーもありますので、この後も聞いてメッセージ送ってください。宛先は 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp でお待ちしております。さあ、高校野球が、今日準決勝を行われまして、東海第四、北海道代表の東海第四と敦賀気比が、いよいよ明日決勝戦ということですね。そしてまたサッカー日本代表ハリルジャパン、今日はウズベキスタン戦ということで、テレビ中継してないんですね、これね、見たかったなと思ったんですけれども、今現在後半27分、本田に代わって大阪を投入ということで、2対0で日本がリードしているという状況ですね。今後半30分ちょい過ぎぐらいかなみたいな、そういう情報が届いてますけどもね、青山選手の前半6分のゴール、そして後半9分に岡崎選手のゴールとなっております。またこちらもね、ホイッスルが、まあ、鳴った更新、まあ、記事が、ね、更新され次第ですね、まあ、結果として報告していきたいと思います。今日もユースリムの配信とツイキャスの配信していますので、どちらからか参加してください。さあ、今日のエンパナはフーファイターズのナンバーからスタートしていきましょう。フーファイターズでインザクリア。こんばんは、こんばんは、店頭さん。
オークスの試合も早々と終わり、大隣投手わずか100球でオリックス完封。100球で完封ってすごくないですか。じゃあなんか100球で完投だったら分かるんですけど、で打たせて取るみたいな、1人のバッターにね3球ずつみたいな感じでですけど、ああそうですか。プロ野球も全然広島以外全く今興味という興味が全くない感じになってますね。いやそうですね、あんまりこう好きなチームがないっていう感じかもしれないですね。もともとは巨人ファンだったんですけど、この度重なるありえないトレードとか移籍があって、あれ以来ですよね。一番は小久が大英から巨人に行くっていう流れの移籍があったじゃないですか。あれが一番決定的でしたね。あともう、好きな球団っていうのはもうないなっていう。それからですかね、個人、まあ、日ハムだったらダルビッシュ、西武だったら片岡みたいな、なんかこの一人一人をみたいな、そういう感じになりましたね。毎日のストレス、疲労感、痛みとお付き合いの方、我慢せずに一緒にその体と向き合います。小座高校道向かい立教下バス停前、楽樹堂へ。さあ、エンパナダタイム2、生放送 FM 小座のスタジオからお届けしております。もうあれだね、沖縄も毎日暑いので夜になっても、まあ、半袖でも大丈夫かなっていうような暑さ、暖かさじゃないね、最近の表現としては暑さになってきたね。25度とかが最高気温になってますけれども、今日よりもまた明日が気温がちょっとだけ上がって日中晴れてくるそうですね。で、なんか先週か、日曜日には石垣島が、でまた今度の日曜日あたりに那覇の方がみたいな、各地でね海開きも行われている沖縄ですけれども、いやもうね暑くなっていいんじゃないかな。セミはまだ鳴かないよね、もうちょっと経ってからか。はい、
そうこうしているうちに沖縄もまた沖縄市もね、6月にはエイサーナイトというエイサーの音色があちこちで聞こえてくるシーズンも、まあ、目の前にねやってきますけれども、その前に明日からは新年度 で来週ぐらいから新学期的なね話題があって、で5月に入りゴールデンウィークみたいな、そういう流れなんでしょうね。もうそうこうしているうちにもうあっという間に、はい、今年もなんとかかんとかみたいな、上半期とかね4分の何がとか、まあ、そんな表現が出てくるんだろうね。いや、うちの娘も今8ヶ月なんですけれども、もうあとね2週間ぐらいすると9ヶ月になってくるんですよ。で、まあ、知り合いの同じ世代のね、特に何ヶ月かぐらいの、7ヶ月6ヶ月ぐらいのお子さんを見てみると、もうすでにこう歯が生えていた、3ヶ月ぐらいから歯が生えていた、で僕らよりも1ヶ月遅く生まれた赤ちゃんがいたんですけども、もう6本歯が生えてるとかっていう、こういう情報を聞きまして、え、マジっすかみたいな。我が家はね全然上も下も全くこう、まあ生えそうなのかなっていうようなね、感じはするんですけども、全く今のところ白いものが見えてこないですね。はい。でまた体重も体重で7キロぐらいかな今なので、まあ、一応許容範囲ではあるんですけどね、許容範囲ではあるんだけれども、一応ちっちゃい方じゃないかなと思ってますけどもね。今ねなるだけこうハイハイをさせるように毎日、捕まり立ちを よくするので、なるだけ下ろして、何かで釣ってハイハイするようにね、この筋肉を鍛えるためにちょっとやってますね。はい。まあ、いろいろ教えてもらいながらの子育てですけれどもね、いよいよ明日は保育園の入園式でございます。まあ、夕方の放送でもねこんな話しましたけれども、いよいよ明日からいろいろ変わっていくなと思いましたね。またその変化具合もですね来週以降も伝えられたらいいなと思います。さあ、メールも紹介していきましょう。ラジオネーム小座之助くんから、モーリーさん、皆さんこんばんは。こんばんは。明日茶壇球場へ高校野球の春季大会準決勝を見に行きます。母校の興南高校と沖縄尚学のゴールデンカード、これはもう見るしかないでしょ。春休みの最終日、しっかり楽しんでいきます。はい。まあ今日の新聞、昨日の新聞だっけ、三郷工業と興南の試合があって 1-0 で興南勝ったっていうね話題がありましたけれども、いやもうあれだね、沖縄のこのチームもまた夏どこが行くのかっていうの全く分からないね、本当にね。まあ、糸満は高校野球、まあ、甲子園で天理と対決をしまして、まあ、その天理の、ね、強さを目の当たりしたわけですけれども、まあ、これが実際ね、春の トレーニングでどんな風になっていくのか、これも夏への、ね、ちょっとしたこう楽しみになってきましたね。また経過報告も小瀬之助君リポートもよろしくお願いします。さあ、ツイキャスの方からも、テントを頑張ろうかいさん、ホークス、ソフトバンクホークスの試合も早々と終わり、大隣投手勝ち投手になったそうですということでメールも届いてますね。で、まあ、最近僕はもうあんまりこうこの球団がファンとかね、この球団を応援しているとかまあないっていう話をしたんですけども、ただカープはやっぱりね、応援しちゃうよね。黒田投手がね日曜日にか、投げまして、でその時の最高瞬間視聴率が広島でだったっけ 39% みたいな、でなんか今日のスポーツ新聞見ると株も上がったみたいなね、すごい効果ですよね。だこの黒田投手が広島にこう帰ってきたことによっての経済効果がもう何十億円みたいなねことをなんか算出されてましたけれども、すごいね。でしかも LINE、 このねスタンプとかありますけども、その LINE の一番のなんかここ最近のヒットランキングで1位になってましたね、この黒田投手の LINE、 男気とかカープ広島とかのこう見出しが入った LINE スタンプがね1位になってたりとか、やっぱりもう一目見たいということで、ズームズームスタジオもね超満員の、もう赤止まってましたけどね、映像を見る限りすごいね、一人の人間がこうやって、ね、地元にこう帰ってきてフルスで投げるっていう、なかなかないんじゃないですか、日本国内で
活躍をして、そのままね、全うしてユニフォーム脱ぐで、ファンがいっぱい来るみたいなね、そんな感じもありましたけど、ただこう今まで日本投手って言ったら、ちょっとこうメジャーで活躍して怪我をしてとか、スターティングメンバーから外れて、で最後の優勝は日本でみたいな、で 2,3 年で引退するみたいな流れがありましたけども、この黒田投手のね決断といい、ヤンキースでね、ずっとこう、まあ、その前ドジャースいましたけど、活躍しているピッチャーで20億円近い契約をプイッとしてね、広島に帰ってくるという、これはもう日本中がもうすごい、特に男の人が見ても女性が見てもね、そんなにこう野球が分かんない人でもみんなこうファンになるんじゃないかなっていうぐらいすごいことが起きましたけどもね。まあ、なので、まあ、今日大瀬良投手が投げたそうなんですけれども、前堅が投げて黒田が投げて大瀬良が投げるとい う、 もうだんだんこのピッチャーがね固まってきましたので、まあ、あとはこう5月ゴールデンウィークまでにどれぐらい勝ち星をみたいなね、そういうところかもしれませんね。さあ今日の番組のテーマなんですけれども、来週から、まあ、4月からですね、ちょっとこの番組も久しぶりにリニューアルをしようかなと思っておりまして、で、その中でこのエンパナーダタイム2、エンパナー2の前に〇〇〇〇エンパナータイム2というフレーズをですね、毎週毎週皆さんにこう考えてもらって、それを毎週採用していこうかなと思っておりまして、はい、なので〇〇〇〇エンパナータイム2、これを最初に僕が9時のオープニングでエコーかけて言いますので、で、皆さんにはその〇〇〇〇を埋めていただきたいなと思います。一番良かったやつを、今日一番良かったやつを来週の放送で使うという流れにしていきたいと思いますので、この辺もぜひ考えてみてください。ラジオネームゆきさんから、モーリーさんこんばんは。ゆきさんこんばんは。今ご飯食べ終わったんで洗濯物干して魔界道具洗い終わったら戻ってきますね。はい、今日のご飯は何だったんでしょうか。魚かな勝手に言い当ててますけれども、天童さん、サッカーの代表戦、オリンピックの予選と今夜のテレビはスポーツ色が強いです。はい、天童さんからいただきました。今日ちょっと見たかったな、ハリルジャパンね、今 5-1 になってるってよスリーランホームラン打ったみたいな展開になってますけれども、 5-1 で日本勝ってるということですね。ラジオネームかずきさん、明日は親やんにエイプリルフールなことを企んでいますか、だとしたら答えられないか、かっこ笑い。いや、今のところ何も考えてない、白紙の状態です。はい、明日考えます、明日のことはあ、そうだ、ごめん、今日の番組のテーマなんですけれども、来週から4月からちょっとコーナーとか番組構成自体を今考えてる途中なんですね。で、今日のリスナーの皆さんが一応この番組の中でこんなのやったら楽しいんじゃないのっていうものをそのままやってしまおうかなっていう、今までだったら一応こう皆さんからいただいたものを考えてやるかやらないかみたいなね、すごい上目線だったんですけど、募るだけ募ってこれダメみたいな意見募集してるよって言いがち、意見が来たらふーん違うっていうね、そういうスタイルでなんかやってたので、一応いただいたものはそのままやってみようかなっていう、2つぐらいやってみようかな、そのコーナーを。まあ、なので来週から新しくリニューアルするこれエンパナの、コーナー、もしくは流れね、番組の構成なども全部こう皆さんにこう丸投げしようかなと、はい、正直に言えばね。でそれを実際に本番でやってみようという、そういう感じなので、皆さんのアイディアを聞かせてください。はい、小園介くん、天童さん推しのソフトバンクといえば島袋陽介さん、先輩がプロ野球選手となり、今年の秋は同級生の大城浩二がドラフトで指名されるかが注目です。はい、あ、そっか、ということあれか、大城浩二選手は
2010年の春夏の興南高校が連覇した時のショートだ多分で、その当時2年生ですよね。その当時はね、細身でね、華奢な感じだったんですけれども、さあ大学を経てね、今年の秋までにっていう、まあでも大学のね中でもこの選ばれてましたよ確かね。なんか今年の夏かな、高校野球夏の甲子園が終わった後にその夏の甲子園のメンバーで日本代表チームを作るじゃないですか毎年ね。で同じ世代の子たちと海外でこう野球をするじゃないですか。でそれに行く前に大学の選抜と確かこの高校野球の選抜の皆さんの試合が組まれてるんですよね。でその中で確かこの大城浩二選手も一応はこのリストアップとして選ばれていると思いますけれどもね。さあこちら、ラジオネーム小座之助くん、来週のエンパナのサブタイトル、チャーハンじゃないよジャーマンだよエンパナダタイム2。はい、僕はこれを言うんですか。あ、じゃあこれエコーかけて言うっていうね。テントウさん、寝た子も起こすエンパナ2。ああ、なるほど、シンプル、シンプルですね。うん、熱しやすく冷めやすい DJ でも夢中になるコーナーか、難しいな。テントウさんからいただきました。はい、すごいですね、こう熱しやすく冷めやすいっていうのがバレてるっていう、ラジオ越しで伝わってるっていうのがこれ結構ひどいですね。はい、この後まだまだメッセージお待ちしていますが、この後9時30分から投げっぱなしジャーマンのコーナーをやっていきたいと思いますので、皆さんも誰かに聞いてみたいこと、質問したいことがあればこちらまで送ってください。 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp でお待ちしております。さあ曲いきましょう。風味堂のナンバーから、お帰りなさいが待っている。初見さん、こんにちは。こんばんはですね。もうなかなかこんばんはが言いないなって。こんにちはでよく言ってますけれども。さあ、この後ゲストがやってきます。一応そのゲストと、投げっぱなしジャーマンをやってみたいと思いますので、皆さんも一緒に参加してください。すごい大きいですね。はい。
君、席を何時まで行ったの？あ、本当？寝起きですか？夕方ね、さあ、時刻は9時27分を回りました。お届けした曲はふみ堂のナンバーでお帰りなさいが待っている。これね、 NHK のスタジオパークからこんにちはで流れていたね、ナンバーなんですけれども、久しぶりに流していきました。さあ、この時間ゲストの皆さんがやってきておりますので紹介していきたいと思います。ユースリムで一人後頭部一人正面で映っているザ・ロディのお二人でございます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。後頭部のオディです。顔のロミーです。はいはい、久しぶりだ。オディさんはですね、何ですか、知らない間にないシルベスタスタローみたいになってますね。どれ体が、なんか顔が、なんかあのミッキーローク主演のレスラーのジャケットみたいになってるんだけどね、はい、すごいなんかがっちりしてますね。悪役レスラーって言いたいんでしょ。あ、体ってことだ。そうそう、体つきががっちりがっちり。ああ、まあでも一応近仕事にまた戻ったんで。おお、喜んでるよ。喜んでる。うん、うん、近仕事がいいの？お近仕事の方がいいな、まだ。力仕事っていうか動く仕事の方がいいな。ああ、ちょっと太陽浴びながら汗かいて。そうそうそう、まだそっちがいい。十字じゃ飲むみたいな、はい、楽しむみたいな。あれ、あれもある。あの最近あの朝、あ、じゃない、1日1食程度ぐらいしか食ってない。1食程度、うん、朝程度、朝っていうか、あの1日お日、朝は納豆とスムージー飲んで、うん、でお昼にご飯食べて、うん、夜は食わないっていう。なるほどなるほど。じゃあ起きた時のエネルギーはいっぱい取るんだけど、そうそうそう、眠る前のやつはまあ取らないみたいな。取らないっていうのにして、うん、カラーもあるけどちょっとは落ちた。おお、前もちょっとぽっちゃりしてたんじゃない。うん、そうですね。そうそう、それもあるかもしれない。おお、はい、まあ、そのオディでまたロミーのお二人ということで、はい、さあロディのお二人が、はい、来てもらってますけれども、はい、こんばんは。またロミーはロミーで、はい、若干寝起きというはい、若干じゃない、がっつり寝起き。今もね、若干であくびもしてましたけれども、なんかね、今日はお休みだったみたいですけど、うん、眠たかったみたいで。ああ、寝てましたね。でもなんかあれだよね、夜ってさ、うん、眠くなるよね、うん、なるな。夕方からこの時間でも眠気襲ってきて、うん、起きちゃったら寝れる？これからあと、うん、眠れる。 あの基本的に今日、あの昨日の夜中仕事してて、うんうん、で今日の朝早起きして、うん、ずっと起きてなんか動いてるから、うん、眠いので、寝不足だからこの後も眠れる、寝だめができる。素らしいです。はい、はい、なんかあれですね、はい、伝わりました。大丈夫。おじいちゃんおばあちゃんの会話みたいになってましたなんか発酵食品を取りスムージーを取りみたいな流れからそう。でもさ、モリーも同級生だから分かると思うけど、はい、だんだんよ、もう俺ら年になったら健康の話になってこない、うん、ま、なってきますね。なるよね、うん、もう最近体のメンテナンスのこととか、お腹のまずポッコリを話しするかも。あ、うんうん、結構モリー
痩せてるけどお腹だけポッコリ出てるから。うーん1個目折ったね今ね、オディがね。あ、そうですか、背筋ピンとしましたね。今はモーリーよりは俺出ないよ、うん、分からんけど。うん、あ、本当ですか。いや、なんかやってんの。分からんけど、まあ一応最近はできてないけど、うん、一応はあの何だっけ、体幹トレとかもやってる。体幹トレ、うん、うん、なんでやるかっつったら、一応歌うときに腹筋必要だっけ、うん、だからなるべくそのためにもやるようにする。歌を歌うときに腹筋が必要。そうそうそう、うん、やっぱ腹筋使って歌うのとそうじゃないの全然違う。あ、やっぱ伸びが違う。伸び違うね。お、伸び違うね。全然違う。全然違う。全然違う。まだまだ得得は、体得してない。体得できないけど。消えてないけど、しつつある。ちょっと。おお。しつつ、しつつ。まあまあまあ、なんか分かってきた。ちょっと。じゃあこれからっていうことですね。これから行きたい、うん。それをモリーに伝えたらいいんじゃない？体幹トレーニングを。そうですね。小葉式の。小葉式？あれがあるさ、サッカー選手の誰だったっけ、インテルじゃなくてどっか行った人、長友。長友、うん、長友も なんで今ので分かるの。パーソナルトレーナーやってる人、小葉さんって言うんだね。小葉さんの本に書いてあって、はい、それを家で地道にやった。やるとどうなるんですか。一応ちょっと絞れてくるよ、うん、あれです、インナーマッスルが鍛えられるので、うんうん、筋肉がついて脂肪が落ちるっていうことかと思われます。なるほどなるほど。そうです。結構きついんですかそれって。やっぱり、うん、初級中級、うん、上級あるんだけど、うん、中級から結構きつくなる。今何級ですか。俺中級と中級なんだけど上級をちょっと織り交ぜてきてる。お、上級がっつりはできないんで、まだちょっとしんどい系だ。じゃしんどい系だね、うん、なんかあえてね、地味な動きほどしんどいって言うよね、うんうん、しんどいよ結構ね。あの連鎖でやるの、うん、意外と、しかもちゃんと呼吸を意識してやったら呼吸意外ときつい、うんうん、これでロビンさんもやるんですか。呼吸に関しては便秘の時に意識します。便秘の時に呼吸意識する、うんうん、例えばこれ言っていいのかな、うん、便秘が続くとちょっともう生き方を忘れるので、うん、あの三木亮介のロングブレスをやると出ます。え、ちょっと待って、便秘が続くと生き方を忘れる、うんうん生きむっていう言葉はちょっとあれですけど、まあちょっと肛門括約筋に力を入れるの忘れるってことですか。そう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 、へえ、そうそうそう、どんなして踏ん張るんだったっけなってなってそれでロングブレスダイエットでフーってやると、あのちゃんと下の方に力が入るから、うんうん、それで出るはすいませんこんな話いやいや、男の人ってあんま便秘ないんじゃない。あるないね。あ、でもちょっとデイジたまにある俺、あの、うん、環境が変わると、うん、ちょっと俺デリケートだから出ない時もある、うん、あ、でもそれがもう大体もう1日2、3回行ったりとかする。でもあれだね、その便秘悩んで皆さんもこう三木亮介のロングブレスで、うんうん、一応は生き味方を習得し思い出し、はい、出せるっていう。そう、うん、はあ、まあ、なおかつ水をよく飲むっていう、うんうんうん、水分補給ね、うんうん、必要ね。本書けばダメでしょ、三木さんに了解得ないと。あ、そっか。っていうか、あのザ・ロディアーティストなのでMC で5分これこういう話して、はいはい、じゃあ曲いきますかみたいな流れっていうのもいいんじゃないですか排水溝の歌いきますみたいなこの流れでの排水溝は大丈夫じゃない。大丈夫、ね、まあまあ、結構もう俺らなんか最近MC の方が上手になってきて。あ、本当ですか、うんうん、ロミさんもう前のライブどっかんどっかん割れとってたみたいですね、うん、すごかったすごかった。でロミーさんの話分かるんですけど、あなたもどっかんどっかんだったんですか。僕はもうあれですよ、鼻を添えるぐらいです。鼻を添える、鼻を添えるぐらい、ロミーさんに鼻を添えるぐらいの、うん、これ表現当たってんの。あ、じゃあ なんか分からんけど、まあ、シーミー近いっていうことでしょ多分。まあまあまあ、そうですね、シーミーは近いってことです墓掃除もね、墓掃除大変だった。水曜、じゃあ日曜日、うん、1日墓掃除3件やったから、ね、そうそうそう、すごいね、うん、もう普通に仕事だったよ3件ってすごくないですか。もうごっつい、もう、うち長男、うん、俺長ムンチューの長男坊だわけ、うん、坊つけた長男坊、うん、でうちの墓デージでかいわけさ、うん、亀甲墓の灰原の方にあるんだけど、うん、もう行ったらな、まあジャングルでな
まあ、毎年ジャングルなんですけど、1年経つともうまあジャングルだ。そうそう、お墓が見えないわけ、草で。そうそう、へえ、そのジャングルを切らないといけないんだね。そうそうそう、1年で入るから。そうそうそう、何くるみ、あの木が、あのなんか種が落ちてって、その木がもうごっつくなって生えたりとか、はい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 、これももうノコで切ってから、うん、もう草刈り切るってか、10人がかりだ。で多分今ね、そのだんだん中部にお墓も引っ越ししてきてる人が多いんだよね。うん、そうそうそう、そうなんだ。だから我が家も亡き人だから、亡き人の無人島なんですよ。お、らしいね。今言ったみたいなことで、隣がもう完全にお墓が封鎖っていうか、もう森に包まれてしまって、でそこを自分らがこう、あの釜とかで買って、わかる、めっちゃ大変だよ。アダンの実とかもたくさんあってからさ、でそれで行くから毎回、でしかも干潮にならないといけないので、海を渡るから大変だな。デジタルだ。こういう体験をしてる人たちも多分僕ら生き残るでしょうね、きっとね。そうじゃない、なんかだんだんメモリアルパーク的なものに なりつつあるとは言ってる、うん、大変だから、やっぱり、うん、だうちもちょっとあのお墓を、まあまあメモリアルパークに移すことはないと思うんだけど、ちょっとお墓修繕しましょうよっていう話も出てはいる。ちょっともう古いんで、もう何300年400年ぐらい続くお墓なんで、うんうん、でもあれだってよ、ユタが、うん、あのあんたなんかのヤファー富士が、うん、雨降って寒いって言ってるよっていうことで、うん、お墓行ってみなさいって言ったから、うん、ひび割れてたわけ、でそこでこうセメンを塗って、うん、やったら一応大丈夫だって言われた。あ、そうなんだ、うん、このセメンは どちらの業者ですか、後で教えてみて。そうは、まあまあまあ、後でね。後でね。後でね。うちもちょっとやらないといけない。今日あれでしたっけ、お墓とメモリアルパークの話。と便秘の話とね。え、だ、テーマ何でした？だんだん健康から、あの、お墓とかそういう話になってきた。おじいちゃん。森川誠人さんと具志堅用高さんが出てきたんですけど、なぜか知らないですけど。なんかもうおじいちゃんみたいな話題になってきたな、だんだんな。ね、まあまあまあ、本日のテーマ何でした？あの来週一応、まあ、あの明日から新年度じゃないですか、はい、なので番組もちょっとこうリニューアルを考えて、はいはい、でこの番組自体ちょっとコーナーとかどうしようかなと。あ、なのでリスナー皆さんがこんなラジオのコーナーがあったら面白いんじゃないかっていうのを、まあ、簡単に送ってもらって、うんうん、それをやってみようかなっていう、まあ、要はモーリーが楽したいだけなんで。そうですね、めんどくさいっていう、もうほぼあの引き出し開けて何も残ってないので、もう要は皆さんからお客さんにも、お客さんリスナーに投げっぱなしジャーマンしてるような感じ。そうなんですよ、はい、ということで、はい、投げっぱなしジャーマンというキーワードがありましたので、このコーナー行ってみたいと思います。投げっぱなしジャーマン。うわー、さあいつ終わっても不思議でない投げっぱなしジャーマンのコーナーがやってまいりました。おい、ジングル初めて聞いたけどアホだな。このコーナーはですね、聞いてるか聞いていないか、また無謀かもしれないけれども、はい、ちょっと質問してみたいことがあったら、はい、このラジオを通して質問してみようじゃないかという、うんはい、で奇跡的に帰ってきたらラッキーだっていう、そんなコーナーなんですけれども、テントガンバローカイさんからラジオネームシャラクホウスケさんへ投げっぱなしジャーマン、ヤンキースからカープ移籍した黒田投手、年俸が20億円から4億円に減っただけならまだしも、昨年の年俸にかかってくる税金が9億円あると聞きました。単純計算で差し引き5億円の赤字となるんですが、もし自分の手元に5億円があるとしたら、まず何を買いたいですか？ FM 小さんのオーナーになる気ありますか？面白い回答を期待しております。という質問をあのシャラクホウスケさんに投げてるっていうことですね。はいはい、うん、でそれを聞かされた僕らはどうしたらいいのかわからないという。本当だね、僕らは路頭に迷うという、うん、このコーナーはいつから始まって何回目ぐらいですか？もうかれこれ2ヶ月ぐらいになりますね。返事は返ってきてますか？一応奇跡的に返ってきたりとかで、また面白いのが、はい、やたら小瀬之介君とシャラクホウスケさんが、うん、このラジオのリスナーの中で仲がいいということが、なんかクラスの中の、わかります、あのえやーよってやーは言わないけど、うん、お互い名前で呼び合う関係の友達の時、うんうんうん、あんな感じ。あ、なるほどね。そして私たちはどうしたらいいのかね。
いやこれはもうただ聞き届けるしかないですね、うん、なんかそれに混ざることはないんですね。まあ、逆にロディのお二人が誰かに投げっぱなしもしたいのであればもう全然手を挙げていただいて。ああ OK です。そうですね、一応効果音とかもある、ね、テントを頑張ろう会さんいるじゃないですか、はい、あの僕いつもあのネタのこの仕込みすごいなと思ってるんですけど、うん、あれどんぐらいかかってるんですか。あ、仕込みに、はい、メールの仕込みにどれぐらいかかってるのか、まあまあ要は平均メールいくらどれぐらいかかってるのか、うん、なるほどなるほど。絶対あれ仕込みもないとできないと思うわけ、うんうんうん、あの長さ、うん、まあ僕もリスナーなんで分かりますけど、うんうん、どうなのかなっていうのをちょっと投げっぱなしジャーマンしたいですね。はい、もしお答えできたら。わかりました。お願いします。まあ、多分ツイキャスで聞いてると思います。はい、便秘とお墓の修理法を真剣に語り合う番組、かっこ笑いって書いてますね。すいません。で、ロディに投げっぱなしジャーマンということで、はい、イビニングアベニューさんからいただきました。はい、わお、ありがとうございます。はじめまして。ありがとうございます。ありがとうございます。お墓、はい、いくらでお掃除してくれますか。ああ、そうですね、やりますやります。お墓ですか、いくらでですか。そうですね、希望によりますね。あ、まあね、これリアルな回答なんですね。だからよね、なんかちょっとボキャブラリーをくすぐるとかじゃなくて。ああ、じゃあそこはじゃあロミさんに。出たー。そうね、くんぺん10個で。あ、くんぺん10個、うん、なるほど、だそうです。僕はビール2ケースで。お、高い、そっちが、ね、高いね。あの、しかもスーパードライで。スーパードライ希望なんですね。スーパードライ。それぐらいでやってくれるわけですか。うん、まあまあまあ、結構大変じゃないですか、シーミーの掃除って。まあでも本当よ、あれですよ、簡単なものもあれば、うん、結構きついのもあるんで。お、うん、でも長男嫁としてどんなですか。実際長男嫁で一緒に生活してますけど大変ですか。そんなに大変じゃないですよ。もともと私沖縄の行事全然関わってなかったので、うん、旧姓の時は、うんうん、結婚前は。なので外国人に嫁いだっていう感覚で、なんか沖縄の文化を学ばせてもらってるって感じで、うん、なんか馬ちいって何とか、シーミーとかもやったことがないので、うん、あーって、いつもおばさんたちから習ったりとかお母さんに習ったりとかして、うん、へー、あ、そうなんですねみたいな、なんか新しい発見、なんかもう本当に外国に来た感覚なので、うん、ね、あ、この外国に来たっていう表現いいね、うん、そう、あ、だからね、まあ、そう言ってもらうと嬉しいよね。オリーさんも外国人みたいだよね。まあ確かにね、うん、そうそうそう、そういうことか、うんうん、外国に来た、もう文化が違うと思って接すればいいってことですね、うん、そうそうそう、そう、まあ、ありがたいですよ。なるほど。長男は毛嫌われる中、うん、そうだろう、うん、うん、いやだって、あ、長男って言ったら、あ、じゃあ大変だね、あ、次男だったらみたいなのもあるさね、言うね、沖縄特にね、長男はダメって言うよ、女子でも、うん、女子会でも。あ、そうなの、うん、長男ちょっとやめとけみたいな、うんうん、沖縄の長男特に嫌われる。あ、でもあれだよね、男からしたらさ、そのシーミーとか、うん、この旧暦の行事に不参加の女性は良くなかったよね、あんまイメージね。うん、そうだ ね、あんまり良くないね。なんか遊びに行くとか行ってる子はちょっとダメだった、うん、なんか、やっぱやってくれるとね、ね、やってくれるとね、うんうんうん、あ、大事にしてくれてるんだと思うよね。だからもう難儀だわけさって言われると、うん、シングルの時にね、うん、もう嫁いでから別に言うのはいいんですけど、うんうん、シングルの時にこの、いや、ちょっと難儀だからさっていうのはなんかマイナスポイントだったな、今思うと、うんうんうん、だそうですよ。さあ、テント頑張ろうかいさん。はい、あ、これ投げっぱなし邪魔なんでしょうかね。一応 BGM 流さないといけないので。BGM が受ける。夫婦喧嘩をすると家を追い出されると聞き及んできましたが、二人で登場していることにほっと胸を撫で下ろしました。あれ、なんでこの話知ってんの。なんでこれ、あ、俺先週そんな話した、先週とか前出た時にそんな話したっけ。したんじゃないですか。ああ、そうだね。一応、うん、お互い家で経験あり。あ、そうですか、そうですか、うんうんうん、まあ、あの、熱を冷ますっていうことですよね。あ、まあ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 、そうですね。はい、まあ、そうとも言うね。うんうんうん、一応喧嘩しても出演はできます。あ、
なるほど、うん、今喧嘩してるみたいな感じでしてないしてないあのプロなんでね、はい、すごいですねその辺仕事とプライベートはね分けますよ。あのライブやってる時に、はい、喧嘩してライブとかもあるの？あの喧嘩っていうか私が一方的に不機嫌っていうことはしょっちゅうある、うん、あ、まあこの B 型の旦那が粗相して、はいはい、そう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 、ちょっとこうイラッとしてみたいな、はい、そうですね。じゃああのあれなんですよ俺ライブ前だったら、うん、音楽のことはちょっと熱くなってしまうんで、うんうんうん、気球にえこれやろとかってもうちょっと急に無茶ぶりするんで、うんうんうん、それが気に入らないみたいな、あーもうちょっと行ってくれよみたいな、そう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 、うん、私計画的に行きたい、ほうれん草、そうそう、うん、そこでイライラしてるっていうのは、うんうんうん、そうそう、以上です。そんな感じかな、はい、はい、ということで、はい、ご安心いただけたでしょうか、はい、ありがとうございます。懸命にトランクスの真ん中のボタンは開けたことはまだない、扉から息子を出した覚えがないという懸命がありますが、うん、おはぽにょアゴベルト中里です。 おはぽにょよく聞きますラジオでね、このラジオネームね、うん、はい、アゴベルトさん久しぶりですけれども、はい、他局でもね、よモーリーさん、あっちでは絡めないからこっちでは絡みに来たぜいいね、いいっすね。ところでなんであんなにジグルになってる男優みたい、してしてテーマが分からんから参加しづらいけど、うん、我が息子たちの宝物教えをね、スパイダーマンのブリーフパンツらしい安静キャスから見ときますということで、はい、かわいい、あのラジオネームが分からないから、うん、まあ、自分の息子の宝物を教えようということで、うん、送っていただきました。テーマが分からないから、ね、うん、うんうんうん、開けたことある、そのブリーフの真ん中のボタンって。いやもうあれでしょ、だって昔はもうブリーフだったさね、うん、いつまでブリーフだった森はいつまでかな、高校1年の時にこのバレー部入った時に、うん、このパワータイツっていうの履くんですけど、うん、あれ履いた時にトランクス率が高かったから、うん、で、あやってなって慌ててトランクス買ったみたいな、うん、ああそれまでブリーフだったんだ。ブリーフだった。ああ、そうなんだ。じゃあ男子は高校生でデビューするんですかね、トランクスデビュー。いやでも小学校ぐらいからの子いたよ。いるいる、ね、俺中学校デビュートランクスは。あ、そうなんだ。なんかこう体育着ってデカパンなんですけど、あ、そっか、デカパンよりもトランクスが大きい可能性もあったね。あ、そしたらハミパンしちゃうから、ハミパンみたいな、ハミパン結構横違ったよね。ありましたね、あるね、体育着からね、うん、いや今思うと恥ずかしかったな、うん、恥ずかしかった。恥ずかしいな。ああ、それがね、うん。うん。出ちゃうのが。まあ出ちゃう。横チンが。うん、横チンが。ハミパンが。ハミパンも。どちらも。でも思ったけどさ、チンじゃないのにね。うん、うん。玉だよね。じゃないの？そうですよ。そうですけど、うん、横チンじゃないよね、あれね。まあ横。あれ全部含めてチンではないんですかね。あ、そういうことなの。総称。総称？総称？僕らより詳しいね。さすがだな。一応そういう、まあいいです。さすが酸いも甘いも経験したロビンさん。酸いばっかりですけどね。あ、酸いです。残念ながら。あれですね、一応今日祖先の話かもしれないですね、今日ね。お墓の下りから。一応今日告知に来たんだけどよ。ですよね。ああ、そうだっただった。ね、うん、危ない危ない。たわいもない話で終わるとこだった。たわいもなくないよ。いやいやいや全部重要だよ。ああ、すいません。三木亮介から。ああ、そうですね。体感から。そうですね。あ、なんか懐かしいね。三木亮介の話をしましたね。なんかね、懐かしくなってる。懐かしくなりましたね。はいはい、さあ、ということで、お知らせがあるということで。はい。あ、どうぞ。はい、どうぞ、ね、オディさんどうぞ。僕らザ・ロディなんですけど、うん、なんと、イベントをやることになりまして。おえ、来週の4月4日土曜日、これね、4月の4日今度の土曜日じゃないですか、はい、そうですね、うん、来週じゃないですね、今週だ、今週です、今週4月4日土曜日、ね、はい、にバーハチドリという、うん、あの FM 小座の隣のビルの、うん、クバミノルビルらしいんですけど、クバミノルさんのビル、クバミノル店舗ビルの、うん、ハイダウェイのビルなのか、そこの2階にバーハチドリというところがありまして、うん、そこであのジャズバンド、ハチドリさんとおでうちザ・ロディで、うん、初のコラボレーションライブ、おーシーミー前日だよ全員集合というイベントをやりますなるほど、
これ面白いのが、うん、クラブジャズ、ジャジーヒップホップを中心に演奏のハチドリさんと、はい、アコースティックのロディがコラボっていうことで、はい、どんな感じになるんかなっていう。そうですね、なんかね、もうハチドリさんかっこいいんですよ、うん、アグレッシブなジャズ で、うん、ソイルで聞かせる、ソイルとかやったりする、ソイルダンスピープセッションズとかフェズとかも、うんうんうん、カバーしてるようなバンドでめっちゃかっこいいんですけど、ちょっと激しい系でじゃん、そう激しい、うん、激しいジャズなんですけど、 そのバンドに最近若干あのコミックバンドじゃないかと言われてる、うん、ザ・ロディが、うん、とコラボレーションするっていう、もうちょっとバトってみる、コラボレーションって言っても一緒にセッションではないので、まあ要はライブを対バンみたいな、ツーマンみたいな、そうそうそう、ツーマンみたいな、まああのツーマン、ハチドリさんをよく見せるためにちょっとじゃあ、うん、ザ・ロディで、うん、じゃあロディであの笑いで盛り上げていこうみたいな。なるほどなるほど、前座的な、前座的な感じ。おお、まあ、これって入場は無料です、無料なんですね、はい、4月の4日、はい、そうそうそう、ただドリンクはちょっとあの購入していただきたい、うん、まあまあまあね、まあまあお酒やとかきますからね、そうそうそう、うんうんうん、まあっていう感じのライブイベントになってます、はい、じゃあこれも当日来ていただけたら OK と、はい、そうですね、いうことで、あ、そうですね、チケットとかないので、うん、はい、もう来ていただければ、気軽に来ていただければ、うん、あの場所分かりにくいと思うんで、うん、あの F、この通りの方に A 型看板、うん、出しとくんで、あのイベント、おお、じゃあ分かりやすい感じで、そう、分かりやすい感じで持っていこうと思ってるんで、はい、ぜひ。じゃあ今度の土曜日ということで、はい、じゃあ3日前って感じですかね、今ね、そうですね、そうなんです、どんなんですか、あのその前の日が馬町で、翌日が上牛見だから、うん、はあ、同時に挟まれてて、そう、忙しいんだ、そうそうそう、忙しいのよ、だから僕はもう次の日朝から市民なんですよ、はあ、僕はっていうか私もだけどね、うん、一緒にね、うん、うん、もうハード、あれだね、意気込みが違うね、この八通りでやるライブの前にいろいろ経験してるから、うん、馬町やら市民やらそうそうそう、経験してるから、うん、もうやっちゃうよと、なのでこうライブぜひ楽しみにということですね。そう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 、もうあとはあのそっちでもあの、うん、便秘の解消法の話やら、うんうん、あのお墓の話やらも MC に織り交ぜていこうと思ってるんで、やるの、そうなの聞きたい方はぜひ、一応千代の富士とかもできるよっていうアピール、なんかなんかもうロミさんあの聞いたことありますモノマネが、はい、ね、千代の富士のモノマネ結構ドッカンドッカンなんですよここの親方、ここの親方やっちゃうわけですね。そうそうそう。うん、ウルフ、もう三つ繰りになるわけです。ね、そうですね。私あんまり詳しくないんですよ。でもやるっていう。そうそうそう、やるやるやる。そうそうそう。相撲好きの毛利はもう、そうですね、たまらんはず。見てみたいですね。もうぜひ一緒に土俵入りを練習してきてくださいね。一応4人禁制な世界なんですけども、うん、思いっきりその人が千代の星になるっていうことですね。はい、そうです。なるほど。もうなんなら回しやるっていう話もある。こら回し？こら。こら。ああすいません、はい、はい、さあということでエンディングも近いですけれども、はい、じゃあ最後は、はい、ロディ この演奏しながらエンディングにしましょうか。そうですね、はい、せっかく来てもらいましたので、はいはい、こんなおしゃれな BGM からの演奏で、テント頑張ろうかいさんから、はい、便秘とお墓の MC を鉄板にしてるミュージシャンかっこ笑いできましたありがとうございます、毎回慌てて告知するミュージシャンかっこ笑いめっちゃ知ってくれてるね素晴らしいね、すごいな、やるな、やるな、イブニングアベニューさんからは勝手に新コーナー、めいちゃんに読み聞かせたい100の絵本あ、いいね、いいですね、いいね、じゃあ来週から早速やりましょうね、やろうこれね、やろう、いいっすね、ピアノノート出てる、あ、出てますよ、はい、で、森子の知らない小座、どんなコーナーにしようかなということで、わかりました、じゃあタイトルだけ拝借しまして、どんなコーナーにするかは来週までお楽しみにということで待っていただきたいと思います。さあ、スタンバイも OK でしょうかね。OK です。はい、じゃあお願いします。はい、のみさん。はい、森の音楽隊です。これ見えないね。はい、大丈夫？ララ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 ラ、白い毛並み貴婦人の犬、はじけて飛んでずっと動いて、着飾らず甘えんぼ犬、おどけた蝶々ディライティブ
思いっきり走る。メトロノームがカチコチいて、おとぎの国へ迷い込んだ。桃色のアリ地獄、チョコレートの星きらり。犬と虫たちの旅が始まる。パーティー組んであの森へ行こう。妖精たちもついてきて、森の音楽大結成だ。私の雲よけて、笛鳴らしステップ踏む。犬と虫たちの旅が始まる。パーティー組んであの虹へ行こう。口笛吹いて枝を鳴らしオーケストラだ。うっー